ハロー、こんにちは。BLG VS PSG。 1勝2敗の戦いが始まります。なぜ中国1位がここにいるのかもう分かんない。それは分からない。誰に負けた？ T1 か。 T1 と LNG に負けたんだ。最初 LNG に負け、で T1 に負け。あれ、ジャングル変わってる？もしかして BLG ジャングルウェイだったよな。旬になってる。どっちもうまいんだけど、一旦ウェイ消えた。まだケリン出てきてねえのに。BLG ここでジャングル変えてきたぞ。そこまで追い詰められてた。相手は言うて PSG ワールドカードチーム。旬のプレイスタイルなんだっけ。なんかニダリとかそっち系じゃなかった？得意なのニダリだよね。キンドレットとかメタ的にあんまそれが出てきてないけど。あれ、4年オーロラ空いてる。どっち負ける？でもどっち負けてオーロラ取っても4年の方が強くね。なんかレッドサイド4年もオーロラも確定版みたいなところありそうだけど、ナイトのアーリはバン。ナイトアーリ得意だけど T1 戦で使って負けてたけど、ノクターンバン。まあ4年ファーストが、いや、オーロラ優先ヨネより。まあ最近ちょっとヨネ負けてはいますけど、ただ負けてるのはヨーロッパヨネプラスショーメーカーヨネ。アジアチームが使って初めて負けちゃったけどさ、まあ、ヨネよりもオーロラですか。まあ、オーロラはトップミッドどっちもいける、まあ、ヨネも一応いけるんだけど、最近トップでは出てこないからね。もうヨネだよね。ヨネセジュドアンテ。ヨネは本当に最強キャラ。あと強いのが、まあ、カイサ。ヨネカイサやべえと思うんだよな。BLG、ビンのジャックス出すのか？出した。そしてエンゲージが強いウーコン。いたな。いや、ビエゴ。ジャーバンはないでしょ、さすがに。ジャーバンは構成的になくない？相手のピックが見えたらありだけど。中国チームはウーコン好きだよね。ここでトップを取るのか。カイサーめっちゃ強いキャラだと思うけど、ホッピージャックス相手もポッピー強いからね。ホッピートップの可能性も全然あり。いや、懸念。ジャックスカウンター。ジャックス상대라인전을더신경을썼네요。レーンもジャックス相手有利で、集団戦も懸念突っ込んでヨネと焦られる。PSG、レーンの強いアッシュバン。아직도케넨이리그내에서 4전4승이에요뭐하면또믿는게있는패킹인거고그렇군요데이터빵빵합니다아직 BLG 남이루시안強くなかったっけ BLG 카이사반스르요네돌진이좋은챔피언들이많아서카이사반스르 BLG 엔게이지強い PSG 뭐유대엔게이지가強いおっとエズリアルとか出るのかな。カリスタも空いてんのか。
그럼 전체적으로 그냥 원딜밴을 들어가나요? 상황에 따라 직스밴 같은 것도 가능은 할 것 같은데 라칸바 일단은 라칸 그러니까 이제 자야라칸을 본인들이 하긴 좀 불편하고 상대에게 세트만 아니면 된다 뭐 이런 생각도 같이 고려된 것 같아요. 아무래도 상대가 오로라 오공 조합이 진영을 일단 부수고 들어오잖아요. 그런데 덮이는 걸 좀 의식을 많이 한 것 같습니다. 아까 잠깐 나왔던 뭐 뽀삐 신경 쓸 만한 것 같은데 아니면 카리스타도 가능하고 R4 카리스타 거기서 픽을 して ラストピック 서포트 하세는 強いからな. 뭐 같은 게 다 열려 있으니까 레르 PSG와 레르 람블 오리 난다케 소노 코세 스키다요네 레르 람블 스카나 みたいな 레르가 메짜 やってただろうし 레르 레르가 敵を まとめて 4年の アルティメット 케넨の アルティメット 그렇겠네요. 正直 레르가 どの 構成 にいても 強いんだよな. 대체 みんな AOE ダメージ 持ってるし レルに対して アリスター とは 言われてるんだけど ケネンも 弾けるんで アリスターなのかな? ミスフォーチュンってなると レオナか? 자리 잡을 수 있나요? 단순하게 생각하면 오로라랑 연계를 보는 건데 강조하신 대로 이게 상대 쪽도 만만치 않아서 레오나 불편하긴 할 것 같은데요. 미스포춘 같은 게 그래서 フォーチュン オーロラの アルティメット で 敵を逃げれないようにして そこに ミスフォーチュンが ウルト ぶっ込む ただ それは ジグス でも できる し 安全 ジグス の 方が ミスフォーチュン は ベターし で逆に PSG がジグス お互い AOE セットアップはもうあるんで いや機動力のエズリアルハローこんにちは PSG vs BLG 米を取らずオーロラを優先したでオーロラはミッド米対オーロラは米が連はきつそうだねオーロラが、まあ、メレー愛で特に強いキャラだから米取ってくるんだったら連は有利取れるしあとはオーロラのアルティメットで敵全員囲ってミスフォーチュンのコンボウーコンのエンゲージ相手がまとまってくれるからオーロラのアルティメットでオーロラを軸に構成を取ってきた BLG 一方 PSG も米でエンゲージが強くて敵まとめ上げられるからレル米ケネンでジグス行くかなと思ったんだけど機動力のエズリアル다른스타일들중에서도오공은정말먹었을때고점도높지만오공이또스테락이나오기전단계에가지고있는불안정한면들때문에캐리를하는것같다가도좀꼬일これ負けた方は敗退ですよ신선수가정말비중이큰뱀픽을했다는생각1勝2敗こっから BO3 全部勝たないといけない공식경기많이좀못뛰었겠지중국1위だからね相手はワイルドカード普通に考えれば中国1位がもう25分以内に畳むはずだけど今年の MSI ワンチャン負けかけた확실하게오로라쪽이유리해보이더라고요이부분을준지아가요네사이즈특징살려서어떻게해결해줄지도봐야겠습니다네요즘뭐제일잘나가는챔피언두개오앞에한번 PSG 와네서포트우디가結構うまくて장글も준지아うまくて바로따로는 PSG 고요 ADC 뭐悪くないんだよね메이플たまにやらかすかなって感じ일반적으로는벌어지지않을겠습니다만나는5각까지가는ミッドがすごい大事なピック握ってるヨネとオーロラでも今のヨネ本当最強キャラだからなあれメープルめっちゃうまくやってる현재월지에서ヨネロ2번플레이에서다승리를거둔바있습니다
아빈노잭스특히 LCK 전에서더많이나갔거든요오전잭스대슈단센영향력다스는厳しい레이트게임은물론強いけど집을끊는게중요했다라고판단내렸고요어차피세주가윗동선이라본인이미는라인은피아빈거준자가도와줄것이다까지고려를한것같고요그렇죠잭스입장에서도당연히뭐순간이동이야온노이그소스토때케넨요케넨댁에있을때와이그소스토다네사포토가세주안이가위쪽바에게관리합니다예그래서탑정글호흡이굉장히맞다카산테가이그소스토 TP 있을때맞다사실초반에쉬는성장시간이필요해서최대한피해다니면서아마레벨링할겁니다だからメープルめっちゃ連戦うまいぞ。オーロラ相手 CS イーブン。예전에이제심파자시절에좀많이쌓였던1코어만뜨면슈퍼캐리하고킬들어가면못막는다이미지긴한데요즘은또그렇진않아요요네가유일弱いタイミングが序盤だからね많이강조를하는챔피언이고그래서좀록마에とか他はもう全部最強자먼저이렇게복귀를합니다5렙4렙차이나고요見て分かる通り今みたいにサイドレーンのファーム安全に食えてタワー殴れてインゲージできて硬くて火力出てバロン取るの早くて今インゲージ豊富な構成がやっぱ勝ち勝ちだからどうなる。でもビンがここでケネンを捕まえた。ケネンのフラッシュなし。今大会やっぱグラブがすごい大事になってくるんで、あと1分後のグラブどうなる。一旦ボトムフラッシュして捕まえに行く。レオナがセジュアニを使って逃げる。殺しきった。あれハウスブラッド PSG?PSG가한박자먼저연계한게진짜큰이득이됐습니다아역시선공이그만큼효과가있었습니다한명보내버렸고요그렇죠당장은세주가힘이워낙에좋은한턴이라서공도좀당황했을거예요오이쿠오이자베티한번더에크한번노려봅니다만오그러면서800원정도앞서나갑니다 PSG 아래쪽에서킬이나왔어요퍼블그러니까온선수가상대를타고나가는동선자체는창의적이었고혹시변수가되나싶었는데기분좋은득점이나왔네요 PSG 결국그래서타고나가서살았어야되는건데와케넨フラッシュネイからレオナが トップに来た어찌됐건바텀에서의주도권도먹은거고세주가1킬을챙긴거그라브타이밍이다からさすがに警戒してそうだけど全員来たぞミスフォーチュン以外ミスフォーチュンウェーブ状況悪いからおっとメープルウルトで仕掛けるオッケーミッドレーナーお互いにウルト使った변수를제거하면서체력관리압박을하려고선공을쓴걸로보여요물론그런거치곤또나이트도체력관리는잘됐죠이렇게하고우리가유충을일단카오다시테에즈리알가そのままボトムでかいウェーブ食わなきゃいけないんでエズリアルもレーンは離れられないから戻ります。トップ懸念が押してるしプッシュタイミングだしミッドも押し勝ってPSG がグラブ3つ取るぞ全部。ボトムでけえウェーブだけどここで何かにつながるわけでもないしな。 PSG 今のところ順調。最強キャラヨネも取ってる。BAG 조합은결국50이6렙찍고뭉쳤을때미포랑군바바방터트리는그연계조합이걸원하고뽑은뱀픽이라시간이좀필요하긴합니다당장은요아래약간깊어요약간깊어요레오나노플래시아더달려들진않고어떤뭐그러면바에게먹고요 PSG도 신도멀리있지않습니다혹시모르니까어차피바에게먹으면이득이다이런느낌으로그냥흘려보내네요당장은미포도 BF 가있는상황이라왕붙었을때힘이나쁘지않아요 BLG 도눈에띄고세지도있는데과감하게픽한미포니만큼또엘크어떤모습보일것인지요아이게그리고나이트가초반에많이못때려놔서우공6마 PSG 자낙대난다 BLG 가 BLG 의構成は6になってみんなウルト合わせようっていう構成ではあるよ그렇죠네진척하게잘보고있다가미스포츠ウルトはある仕掛けるあれ
이거 아무리 서포터가 이데스라고 하고 BLG? 바텀 주도권이 중요한 BLG? 리스포츠 구도에서 이런 건 좀 큽니다. 그렇다. 그리고 길을 정글 원딜이 먹고요. 어! 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 신어나이? 신어나이? 왕 HP를 다 했다. 슌가? 플러스 Q 대 은하이카. 우와! うわミスフォーチュンマジで HP5 でしょ。いやこれ PSG だぞ圧倒的に。レオナが入ってきたけど深くに入ってきてフォーカスが噛み合わなくてエズリアル狙ったかと思ったらレールの方に行ってでもレール遠いからねミフォーチェンフォローアップできずにクレンズがねえからフラッシュもねえからここで狙ってミスフォーチェンのウルトちょっと角度悪いここでウーコンがキル取ってたら BLG だったけどいやーレールのスキルがちょうど返ってきてたうーわ惜しい저항했습니다만상대편은두명당하고말았습니다これ 톱やっぱジャックス厳しいぞ懸念相手쪽에서상황이계속벌어지는사이에マッチアップ無理だからねいくらビンとはいえグラガスに勝てるビンとはいえ懸念は勝てないらしい솔직히빈마저아닙니까이렇게되면은빈도힘을못쓰고있답니다57대 88 약간재밌는게빈하면잭스피오라이미지가강한데올해서머에는잭스가0승1패였고월즈와서도0승1패예요아빈의잭스가요네빈의잭스사마데나니0 1라시근데세계대회에서も0 1아마잭스쓰지않았단다자그다음에용을치고있습니다세조아니준지야일단그래서그냥아래쪽주도권을바탕으로미드는편안하게해주고용은용대로컸다오로라니ついていく준지야ウルト使わせたいウルト行くエズリアルのウルトで合わせるや PSG やっぱ MSI まぐれじゃなかったよな PCS では無双してるチームだしね世界大会序盤は予選から行ったチームだけどなんかメタに苦しんでる印象はあってやっぱジュンジアもウディもめっちゃうめえなでメープルもヨネでなんか連勝ってんだけど CS 勝ってるしで突破カウンターピック選んでちゃんとやってるしで構成もエンゲージ多くて BLG がオーロラのアルティメットで捕まえてみんなでウルトぶっ込むって構成ヨネが狙われるでもヨネだからねヨネを향한압박들은적극적이게들어가기가좀어려운구도가되고있고반대로오로라는분명히세계의경계가가진한타변수가있다고하지만그냥이렇게골드밀리려고나온건분명히아니잖아요아그렇지않겠습니까골드2000골드사세계경계가뭐완벽극장도아니고그냥뭐 그냥뭐누리면그냥다해결뭐그것도아니었어그런게있을수도없고요그렇죠그나마 BLG 입장뭐아토가나이ってなってジャングル変えてるのは BLG も相当やっぱなんか問題があるんだろうなまだ1試合も世界大会でやってないからね今年旬プレッシャーエグそうクラッシュ持ってねオーロラを狙ってるウェーブ先に押し込んでるから先にグループできるぞ PSG しかし狭いところで戦うとミスフォーチュンのアルティメットウーコンウルト全部噛み合うからねこれ気をつけないといけない PSG グループしてるとオーロラが来れないように一応メープルが見てたミスフォーチュンのアルティメットにやられたおっとエズリアルがマイブレイクしたところオーロラが入ってきてヨネが入るけど E を使ってないから自殺したぞこれあらまああらまああらまあ PSG いやー先にウェーブ押し込んでグループしたのはまあそこまではいいけどもうターンは終わってたんだよな相手も寄れるタイミングだからあれケネンが9ケツから出た
大丈夫か。まあ問題ない。懸念ワンコア出てる。仮面がもう出てる。조합이힘이나오는좁은협곡으로너무들어갔어요그러니까그렇게까지들어갈만한근거나힘은아직아니었는데스코미すぎたよね미스포춘相手に여러명배치여기서오마이갓ここにいたのバレてる。ワードがあった。やばい流れが갑자기무너집니다아 BLG 아까그레드워프쪽이그렇게막들어갈건아니었습니다어느정도는요네압류미포해봤던것같은데말씀하신대로그좁은공간에서미포활용만빛났고요그리고어떤상황이든간에상대가 BLG 면미스포춘3킬까これ미스포춘のアルティメットかなり軸だからな。オーロラミスフォーチュンで MF 育つのはまずい。 PSG グラブお互いに 3-3 先に取ったのは BLG。비벼진구도에서최대한이제잘맞춰가는게중요해보이고특히 BLG 는저렇게미스포춘이같이탄력을받게되면당연히미스포춘이피바라기이번도대골도도다역전샤이용해서좀더운영을편하게할것같네요예그리고뭐연이어서뭐타워도깨고오브젝트도먹고아 BLG 의자급속힘뭐요즘자주나는표현들정상화되고있습니다 BLG 헤랄드마드つながるか미스포춘帰ってるタイミング미스포춘が間に合えば미스포춘アイテムやばいよ。チケンプラス BF ソード買ってきた。テルド없거든요그러면대호는거먹어야죠이런거먹어야죠무조건네그냥불리해진건아니거든요비벼진거일단메이플이나케넨가寄ってるのでジャックスボトムに行っててさすがにヘラルドはここギブ人数差센건맞는데일단케넨붙일수있으면괜찮아요받아칠수있는힘이있는거라그렇겠죠너무맘대로한다이것저것다먹으려고하니까응징을한번해줬고요그리고상대가결국뭉치지않았을때그라시못되나이오로라내라ってる PSG 이식으로몰려다니면서괴롭히는것도좋아보이고요ちゃんと引いてる꽤압박하겠는데타워미타워지금이거인원배치되게좋은데요예이즈가관리하고나머지세명이위쪽압박해주고케넨이바텀라인관리하고있으니까여기일방적으로 BLG 가손해봅니다맞습니다아니 BLG 는これ 드라곤가 湧くけど push は全部今 PSG が握ってるトップ&ミッド&ボトムウェーブ押し込んで、ここからヘラルド出して、ヘラルドに乗ってぶつけて、これ PSG いい流れ来てるよ。ケネンがサイド押し込んだ後、ミッドにグループして視界取り返して、ヨネも押し込んでてトップ。オーロラテレポートがない。オーロラ寄れない。물론뭉쳤을때힘은 BLG 세기때문에이버튼조심하긴해야됩니다예쌍권총그거다뒤집었으면뭐구도가뭐가없습니다일단은오로라걸れない노니めっちゃ攻めるね BLG BLG 도좀조심스러운것같고요탑쪽에서요네오로라1대1중입니다아이거용視界は取った BLG が유리한상황이라 BLG 도좀수그리고있는건데잭스성장기다리는것같아요만약에잭스가크고나면이제뭐케넨요네를상대로도어느정도주도권을쥘수있으니까레오나가드라곤을捨ててトップ来てるぞ何か感じてるはず。레오나は見えてないけどウルト使って逃げる。더쫓아가기는여기까지상대인원이위로빠진거봤으니까용트라이하고요요네의強さですよねこれが일단 E を使ってウェーブクリアして危ないと思ったから本当に敵が来たらウルトで逃げるとドラフリー앞경기에는이제좀저희가많이편해져서뒷경기가얼마나재밌을지가기대가됐는데시카가나갔다からドラ捨てたね여기까지만봤을때심상치않네 BLG 경기력이아그러니까요아누가보더라도이건뭐정부역배가좀나눠지긴했거든요글로벌파워랭킹도그렇고그런데 PSG 가뭐나름아쉬운부분이뭐없진않았겠습니다만그좁은협곡에서어잘싸워주고있습니다특히나뭐이긴그러니까 MSI 때이긴경기보면베티의활약도좋았는데베티성장세도좋고예그러니까상대의돌진조합구성에게서벗어날수있는또원딜이잖아요또이지렐한테기대할수있는부분도많습니다그리고뭐아지라든가메이플도역시자신의역할을다해주고있고요 CS 상도한뭐 2-30 개앞서고있는케이스도있습니다딱미드1차만철거하면서이즈리얼이일방적으로미드1차가살아있는구도를만들면그게이제 PSG 운영의다음스텝일것같고요
懸念がウェーブクリアするウルトで、ウーコン見えてるし、これ3人ボトムいるの分かってるよ PSG。 ミッドに来る、トップギブってミッドタワーの方が優先される。わあでもこれミッドタワー取るのいいね。ゴールド的には PSG だけど、ミッドタワーを取れるってことでその後のドラゴンとか取りやすくなるし。だけど PSG はヨネにお金入れてんのよな、最強キャラヨネに。ヨネトップのタワー取って、セカンドタワーも取って、ファームもすげえ食えてる。エズリアルだからミッドタワー失っても安全ちゃ安全。遠くから9でウェーブクリアできて1人で。 PSG 今ヨネにお金入ったし、エズリアルがミッド押せるから安全に1人でミッド取って PSG ゴールド逆転。ドラゴンも今2個取ってる、フェラルドも 3-3 でイーブンで。완전후반부까지가면사이드를요네가이겨먹거든요잭스를그런것까지고려한다그러면 PS 탈론이그렇게급해보이진않습니다특히그요네가영혼의방으로나와서딜겨내고들어가고이게진짜불쾌해요사이드에서말도안되고예아니그냥공물들그막늘어나는거보면그러니까요승질납니다그거요아니거의한명보내고빠지기도하지않습니까방안의입장에서뭐이런스킬이있어이런예너무해요솔직히그건요그러니까그상대편이잘할때는자그럼이제거기까지잘가고있는메이플인데자그부분에대해서나름뭐데뷔책도세우고있을겁니다 BLGM 그래서약간이제길게좀서로라인관리하는소강상태가이어지고있는데뭐결국드래곤때는크게안바탕할거라생각이들고그렇게됐을때이제양쪽다덮는궁이워낙많다보니까선집을잘하는쪽이좀쉽게이길여지도있어보여요BLG 상대로 PSG가 오타가미토타워ないってなると예즈가先にプッシュできるか。一旦サイド押されてるんで PSG ここで下がってる。ミッドで引っかかってはいけない。でもセジ育ってるし、セジ一人にウルト使うのももったいないしな BLG。まとまってるところに BLG が突っ込むっていう構成。모인거치고 BLG 가막엄청강한플레이가나온게아니니까요사이도 PSG 強いからね。ミッドで引っかからないようにして、레오나のフラッシュ使わせてく。逆に너도써라안썼어요예쓰기싫어아요건한1분정도남았습니다만온이오늘되게기묘하네요원래도약간온오프모드얘기가나오긴했었는데뭐경기팽팽하니까많이하면되죠아직까지는그렇게긍정적인평가라는게좀어렵습니다 PSG 가미토で引っかかりにくい세주환이에즈리얼でサイドも懸念とヨネが主導権握ってて、ウェーブ先に押し込んで視界取って、エズリアルで視界外からポークして、縫製 BSG が良さそうだけどな。あとは BLG がねどううまくグループして、オーロラのアルティメットで敵引っ掛けて未装置のウルトぶち込めるか。ケネンがゾニア持ってないし、ケネンを狙ってのも手、なんかちょっと怪しいなそのワード。裏からレオナ来るかと思った。懸念アイテムか、いに帰るのかな。懸念テレポート、懸念シャドフレ、アイテムすごい出てる。懸念ニコア、ヨネももうほぼフルビルド。ヨネストライドブレイカー出たよ。懸念は裏を取ってる。これ懸念が裏取ってるから怖くて入っていけねえ。フラッシュ持ってね、レオナに行く。ウーコンも入ってくる。シドセはどうだ。ケネンが敵追い返してるよ。これケネン怖すぎて、ケネンが怖すぎて BLG 前に出れん、グループできん。ニコアのケネンのフラッシュエンゲージが怖くて、
入っていけねえから2人浮いてウーコンやられた。バロン、しかもヨネだからファッキン早いよバロン。まあ、ここはちょっと危険だけどね PSG。 一旦バロン、ミスフォーチュンのウルトはどうだ。オーロラ、ミスフォーチュン、ケネンがウルトで入ってく。ヨネ、ヨネ、ヨネ、あれジャックスいなくなった。ヨネ、やっぱヨネじゃねえかよ。何がオーロラだ。オーロラだったらバロン取れません。今のヨネならサイドも勝ててバロンも取れます。ストライドブレーカー王権のこのフルビルド感半端ねえんだよねヨネ。오마이갓멜포오이빈가나니모되기네빈노잭스가빈은완전1옵션아니몇년전부터어느팀에가든지간에빈은1옵션아닙니까아니もしかして BLG 요네픽되기네빈의잭스가월즈영승2패를찍을수도있겠는데요그리고더안좋은상황이나온다고한다면진짜그다음에 LPL 팬분들께죄송합니다今大会一番のぶっ壊れのヨネをピグレーできない。もしかして入ってきたウーコン、オーロラのアルティメットからのミスフォーチュンのワンバウコンボを狙いたい。ちょっとサイドに今エズレアルがいるからねサポートをギブ。ヨネは安全だからね。オーマイガード、エズレアルのダメージ。なんで？なんで中国1位がこんな PSG にやられてる？ PSG も強いチームだけど。PSG 予選マットライオンに負けて、あ、なんやこれ PSG とはってなってたのに、調子上げてきてる。今年の DRX 枠は PSG かもしれない。いやこれ BLG この試合負けたらどうする。ジャングル問題、シュンもいきなり出てきて困ってるよな。今シーズンほとんどウェイでしょ多分。おっとエンゲージは一旦ミスったが、ヨネミスフォーチュンのウルトが決まらねえぞ。オーロラウルト切っちまった。オーロラのウルトから入ってくっていう構成なのに、オーロラのウルトが、ああえ、BLG が何で1、2にいるのかなと思ったけど、ちゃんと4円だ。 PSG がめっちゃ強く見えるんだけどね、 BLG が弱いというよりかは。7000ゴールド差、4ドラリーチ、30秒後ヘクステックドラゴンソウル PSG。 いやこれね、オーロラのアルティメットとウーコンのアルティメットはミスフォーチュンに合わせなきゃいけないのに、なんかバラバラよね。 MF のアルティメットを打たなきゃいけねえっていう構成なんだけど、だから MF も怖くてウルト打ちづれよな。ヨネが飛んできてジグスと迷ってたけど、どうなるんだ。ミスフォーチェンがトリプルキル序盤取ったのにレルに入っていく。でもこれレルに入ったら終わりじゃない。
ヨネとケネンがもうフリーで終わるぞ。あーケネンがあでもなんかケネンなんかすんげえウルト早めに切ってたな。あれあヨネダブルミスった。あああれ What the fuck? 7000ゴールドユーリハロー。おい戦い方がえあでもジャグは生き残ってるからね。セジュアに削ってくれたらリーシュくれたらジャックスが TP で復帰して追い返す作戦だこれさ。2人でさ入ってってさ取れない。まあ集団戦何が起きたの。イズリアルルート削って始まってオーロラのアルティメットでうまく捕まえてヨネが入っていけずか。ケネンがね遅れてきちゃったのがね。あとウルト結構早く切ってたように見えたし。それでもまだ PSG 有利。4ダラは阻止した BLG。ミスフォーチュンめっちゃ育ったね。1000ゴールドぐらい取ったでしょ去年の。MF のアルティメットを刺す構成だから MF が育ったらやばいよ。ジャックスゾニアコンプリート。結局集団戦。まあ、結局集団戦。ウェーブは PSG がもちろん先に押せる。サイドも有利。トップはインビター取ってるからレオナがウルトから入っていく。レオナ外したスキル。レオナフラッシュ持ってないぞ。でもレオナが入ってきてオーロラのアルティメットどうだ。オーロラのアルティメットは誰にも刺さってない。サポートだけ孤立した。ここでウーコンが入ってセジュがタンクしてジャックスがケネンがフラッシュする。ケネンでもやられた。ヨネが合わせられない。ヨネウルト使ってあBLG? ケネンフラッシュエンゲージしたんだけど即スタンクだって。いやケネンのフラッシュエンゲージで勝てないのか。あれ流れが BLG だ。ゴールドもうこれ取ったらほぼイーブン。レオナがウルト外してこっからエズリアなんだレオナに入っていこうってなってレオナがフラッシュしてエンゲージするんだけどヨネはちょうど出たタイミングで。ケネンが即フラッシュして入ってったけどバックラインに届かねえ。戦うエリアがな狭いところで戦っちゃったからね。オーロラのアルティメットバックライン食らわなかったけど BLG はうまくなんか横一列に広がってたか。あれゴールド完全にイーブン。이즈리얼이요즘은단순히그냥내가편하니까이런느낌으로는못쓰는픽입니다
근데지금은어느순간부터그이주리얼특유의밀어내주는플레이가나오기보다는그냥야 PSG 나골드유리取ってね視界コントロールキープしてエズリアルで削ればまあなんか5対5せずにも有利取れそうだったんだけど、エズリアルで削る前に自分たちから当たりに行ってちょっと ADC のパワー負けしてる感じちょっとするしな。エズリアルのポークが生きてないね。バロン取られてエズリアルがミニオン処理はできるけど火力が出ねえ。エズリアルもめっちゃキル取って強いんだけど、これでゴールド逆転、8000ゴールドぐらいの有利が消えたぞ。おお、これ連れてきたなら全然あるんじゃね。エズリアルマイブリンクオンを倒す。オーロラウルト切った。懸念 TP するが懸念ウルトな、あてかこれやれ4ドラなんだけど、4ドラ湧いてるぞ。レオナダウン、レオナ倒すのにウルト言うてそんな使ってない。セジュアニのウルトとエズリアルのウルトぐらい。ドラゴン叩いてレオナが来る前に5対4したい。裏からジャックス、ジャックスからのミスフォーチュンのワンバオカンバ、ヨネのアルティメット全員フラッシュで避けた。ビンがベンベン、おっしゃ5対4 4対5。おいビンが育っちまった。やるちゃんと強いらしい。ジャックス3コアはもう最強か。2コアまでは割と空気気味なキャラなんだけどね。ミニオンを、ミニオンを倒さないと。ミニオン倒して、ここでベティがマイブリンクしたからオーロラのアルティメットで囲ってレルが来るけど、セジュが特攻する。今度はケネンウルトなしのピカチュウ。オーマイガー、終わった。終わった。なんで、なんで負けたんだ。8000ゴールドぐらいの有利でウェーブ先に押し込めて、サイドもクソ有利でエズリアルでポークできて楽にマクロゲームやったら勝てたんだけど、少数戦でアウトプレイされた。いや初戦取ったら流れで全然 PSG 勝つなと思ったんだけど落としちゃったね。フェイカーのインタビューだ。トップ8決めて、なぜこのタイミング。試合が楽しかったって今日。오늘경기말씀하신대로좀화끈한조합이양쪽에서나왔습니다사실은 G2 가언제나뱀픽적으로좀꼬아올수있는팀이었던만큼준비가많이필요했을것같은데요ここに来て PSG 評価して、フェイカーがこの試合の PSG 批判始めたら面白いけど、トップ8決まって、この試合 PSG こことここが、 BLG も中国1位なのにここがタイミング的にダメ出ししてそう。100ウィンか、大記録、世界大会の。特に記録が意味は、そんなでかい意味を持ってるわけではなく。トップ8、過去って何？覚悟。世界大会準備して、予想していた結果が少しずつ出てきてると思いますと。8강이진행되는파리에서예전에도또좋은기억이있을텐데파리에서가장기대되는점이라든지가장기억에남았던점이있을까요뭐사실뭐저희가어디를가든그냥숙소에서연습하는것밖에없어가지고뭔가좀둘러볼시간이있을까궁금한데뭐그냥가장기대되는거는네파리에서의8강전이가장기대가됩니다네그렇다면마지막으로팬분들께한마디듣고인터뷰마무리하겠습니다네앞으로도열심히하겠습니다
감사합니다. 인터뷰도 これ PSG 아웃 됐노. 승도 다시 한번 축하드립니다. 여기까지가 페이커 선수였습니다. 야, BLG 相手あそこ勝ってたら相手はもう本当ジャングラーどうしようってなってね、メンタル終わってたと思うんだけどね、 BLG。 しかも内容もすげえ悪かったからな。うわ、 PSG これ勝ってたらマジで BLG 落ちてたよ。まあでもヨネがね、なんか集団戦何もできなかったね。レーンはめっちゃ良かったのに、ヨネが超強いタイミングでメイプル集団戦うまくできなかった。フェイカー1位、世界大会の勝利数か、フェイカーが100勝、ルーラーセカンド60勝、デフト50、シャオフ49勝、キャニオン49、ベイリル48、ショーメーカー47、ケリア44、ウーズイ41、キャップス41。100異次元だな。デフト50で平気でもう伸びないだろうし、シャオフももう引退間近だろ。キャニオンはこっからって感じか。まあみんな有名な納得のいく勝利数だね。キャップスはね、ファーティックでも決勝行ったからな、2018で、2019も決勝行って G2 になってから超美入ってねえのか。ショーメーカー入っててグリフィンではな、世界大会行っても勝てないで、世界大会の結果振るわないですからね。8888